勝利により討伐軍は張飛、本多忠勝ら蜀徳川の将の協力を得る。これによりだがそこに急報がもたらされる。奪旗を討つため賤ヶ岳に武田上杉の連合軍がし、これを放置しては古四条へ向かう奪旗の背をつかれてしまう。馬謖らは賤ヶ岳へと急ぎ軍をかはあ、こりゃ参った。武田と上杉に加えて義軍まで揃っとる。よっぽど奪旗は嫌われとるんじゃのう。しかしこのことが証明しておりましょう。共通の敵を前にすれば人は力を一つにできると。ですが敵は我らでないことを知らせねば。親方様と謙信公相手にどこまでできるかですが、全力で挑みます。北の砦が手薄なんが逆に怪しいよな。東の方から攻めるとの敵は信玄公に謙信公、伊予軍勢までおる。用心しとくに越したことはないじゃろ。ほう、雪村が来るかね。これは楽しみじゃのう。楽しみ、楽しみ。さすが見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。神のごとき軍略を持つお二人が相手、我らの力どこまで通用するものか。胸を借りるつもりで挑むのだ。全力で当たれば活路が開けるはず。ちゃったね。こちらにも不平が。この点数にしたのはむしろこのためか。裏の裏をかかれたな。だがまだ巻き返せる。一気に突破するぞ雪村。霜だ。私も罠じゃったが囲まれてはまずい。なんとか突破してくれんか。中津の槍にて劣勢を覆さん。我が覆す。我が軍略を見る。監視しとる場合じゃねえ。誰か救援をくれんか。報告します。敵の増援が接近中とのこと。休む間もなく畳みかけてく。これ手を組む戦か。よもやお前がダッキにつこうとすべて人の世を守るため我が身を盾とする所存加工トンでの相手の危険。それは恐れ他の騎馬隊認める方法はある。謙信公ならばここで本陣を狙うはず。敵増援の勢いくじかねば危うい。に報告するか。二の軍勢が集まっているようだが、そうそうないか。眉間にシワが寄っとるぞ馬謖。一族の敵っちゅう曹操との因縁は知っとる。だから笑えとは言わん。ただ肩の力は抜いとけ。肩肘張って生きるのも疲れるじゃろ。しよう。我らの志を果たすまで戦い抜こう。敵本陣を目指せばよいのです。天使武田騎馬隊の力存分に引き出してやろう。罠だと。よし、出花はくじけた。今こそ反撃に移る。ここで家系とは見事ですね。加熱よし、進軍は止まったな。一気に押し返すぞ。加熱あなたは何故間につくの。兄貴ありと見ておりますゆえ、僭越ながら神に挑んでおります。斬新斬新良き覚悟ですよ。加熱ではその覚悟のほど見極めるとしましょう。よう頑張ってくれとるわ。この働きは大きいぞ。あなたこそ誠のものの札。見事な働きだな。貴公と共に戦えば攻守いずれも重戦よ。するなんてさて、そろそろ雪村の顔を見に行こうかね。次が変身も地層になる。よし、水産あなたこそ、このもののふです。敵なし。他の君主の動きが読めぬ以上、謙信と信玄が協力すること、上杉武田まで脱起についたと思われれば無用な戦乱を生みますから、代わりに私がどう、これが上杉と武田の本心、そう思っていただければ